ウエスコチョカです。今回ですね、初期位置から3秒で敵を粉々にできる編成をね、まあだいぶ前にやったんですけど、まあ新しくガジェットとか通常攻撃ダメージアップとかあって、まあ今ねめちゃくちゃやりやすくなってんですよね。ということでそれをやっていくのと、あとねとある説を立証していこうかなと思います。さあまずね、壁壊していくんですけど、まあ、さっき言った説っていうのはもう皆さんにぜひ当ててもらいたいですね。皆さんがどういう目線でこの実況を見てるのかっていうのがめちゃくちゃ気になったんで今やってるんですけど、まああの C って言うなら、ちっちゃいヒントで言うなら、まあ将来の俺みたいな、そんな感じですね。さあとりあえず壁壊してやっていくんですが、ふむ、頼んだあとは頼んだ。ここザベスはあんま強くないんですよね。でまあブロックはいいとして、でコルトもねそんな強くないんで、もうこれ壁壊さんとね始まらないんですよね。やばばばばば、終わったな、終わった終わったまあでも壁壊したら多分絶対勝てるんで、まあ1点取られても正直いいんですよね。でもう壁が半分ぐらい壊れたらもう負けはなくなると思う。この編成において壁壊れたらもう勝ちなんですよね。はいはいはい。でこのマップタンク多いんで、あかわいいかわいい。でこっからが始まりなんですよ。で相手も守れるもんないんで、こっから当てます。なんでもうちょっと当たってくんね。当たってくんね君ら。まあ、なんやろ、このちっちゃい壁が一つ壊れてくれたのと、あと左の壁壊れてくれたらもっとやりやすいんで、まあこれ1点決められるのは正直ありがたい、ありがたいまである。さあ、一発目、ここ、おしおしおし、からの、ここからの、ここからの、はい、あ、まあまあ、大丈夫。いや、これなんすよ。めっちゃ強いじゃん。こんなんあり？ちょっと待って、思ったよりタフな方々が、わあ、めっちゃ当ててる。全部当ててますね、今。絶好調なんですけど、誰も倒れんのよな。ちょっと待って。よし、ここ当てて、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 全部当ててる。全部当ててるが、しかし誰も死んでない。どういうことや。だいぶ事件。だいぶ事件だが、まあ、ちょっと待って、一回その、圧力やべえ。圧力やばいって。さあ、ここ当てて、で、壁はもう全部剥がれてるんで、もうこっから勝つことは、だいぶたやすいご用やと思うんですが、まあまあまあいいでしょう。まあまあいいでしょう。あれ、敵がね、もう攻撃しなくていいから、避けること考えるだけでいいんですよね。で、俺らもこの避けつつ、距離感考えつつ当てんとあかんから、ちょ、待ってよ。ちょ、いける。今しかねえ。今だ。いけるぜ。こっち。かなり絶望を感じた。まあまあ、まだチャンスある。まだチャンスある。で、こいつの確定シュートだけ気をつけないと、もう1点取られたら結構厳しいんで、で、ここは自ら破壊しに行って、当てて。おお、マイガー。まずいな、まずい。いや、だがしかし、開幕、この球の連打。で、これちょっと下にクリアされたが、しかし、これは倒して。え、マジ何発当てたらいいのこいつ。マジで無敵。ガチで無敵。あ、新しいの来たし。え、これマジでまずい。で、とりあえずお前ら、隠れん点ちゃうぞと。よし。で、これ当てます。よし、これ。来た。ちょ、味方、ああ、やば、一人じゃ無理や。ちょっと待って、これ、え、マジでどうしたらいいんやろ。この戦法があだとなる時ってあったんや。これ、最強戦術やと思ったのに。ちょ、待って、壊すね。はい。よし、あと30秒。30秒で生き抜こうというか、切り抜こう。いける。敵は倒したが、しかし、新しいのが来る。いけ！ああ、まずい。そこ、やらしくね、マジで。来た。こっちパス。あ、やば。いや、これ倒したらいける。無理か。え、ちょ、バケモンやん、この編成。やばくね？いや、マジで。フランケン、あかんやろ、二人は。そう、そういうのを待ってたんよ、君ら。さあ、当てていく。さあ、ウルトがいいね。やっぱコルトいいね、コルト。使ってて楽しさが全然違え。やばばばばばば。はい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 。いいっすね。
あ、何君、何君、何君、うわー何君まあまあいいでしょう。さあナイス当てからの壁は全然壊れてますね。この戦法のいいところが、あの最初いじめられてても、もうちょっとずつ有利になってって、最後の方もうこうやって敵何もできないんですよね。あ、もうそういう場面を見てるところがもう一番心地いいよね、ブロストやってて。さあ壁は壊れた。さあ君らにもうないんじゃないの、もう未来はないんじゃないの。俺敵ダイナマイクとかやったらもう泣くぜあいつ。さあ壊して、さあ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 、いやーいいねこの戦法、やってて一番いいわ。おお、テクニカル、おおあー、なんかもう勝ち格みたいな編成が来たんやけど、まあ、普通にあのダリルとか使ってたらダイナミックって結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですが、もうこの編成から言わせてもらうとなんかね、もうなんか老人をいじめてるような気分なんだわ。さあここ当てていきたい。よしよしよし、うん、寸止めね、はいはい。まあまあ壁を壊すっていう意味では、まあ悪くはないんですよね。でここの壁がねめちゃくちゃ鬱陶しいんですよね、この奥の。なんでこの M 図を糧に壁を壊していきたいんですが、よし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 、もうほらもうちょっと距離取るだけでもう勝てるんすわこれ。さあさあさあ、これ当てて、でもう最後の壁、はい、もう君らに勝利は今なくなりました。もうシェリーとかも動けないんで、よしよしよし、この位置、あーやばい、行きたい行きたい、いやもうまあまあまあいいでしょう、決まった、あー勝ちました絶対勝ったもう勝ち以外が見えん。行きましょうか。さあここ当ててからのウルトからのガジェットも2つあるんで、とりあえず弾当てまくって、いやーいけ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 るかこれは、いや無理か、無理やな。まあまあ味方を信頼しすぎることは良くないんで、いやーまあまあこの辺で気づく人は気づくんかな、あの説を。さあどうでしょう、気づきましたかあの動画6ヶ月前ですっていうのも、今雪降ってないんですよね。でオープニングの時雪降ってんですよね。なんでだいぶ前のやつなんですけど、気づきましたか、アップデートされると背景がね色変わるんですよね。で色変わるせいでコメント欄でね、お前これ取りダメやんけってめっちゃ言われるんで、6ヶ月放置したら取りダメ気づかれない説っていうのをやったんですけど、もう興味ねえよなこれ。